神戸市外国語大学は、兵庫県神戸市西区学園東町9丁目一に、本部を置く日本の公立大学である、1949年に設置された、大学の略称は、神戸市外大、神戸外大、神外大など、地理院地図 Google マップ、神戸市外国語大学1946年に、設立された神戸市立外資専門学校を起源と、する単価の公立大学。 1949年に神戸市外国語大学として申請以降、1986年に六校より神戸研究学園都市へ全学外展、2007年4月に公立大学法人に移行した英米、ロシア、中国、イスパニア、国際関係の語学科で構成される外国語学部と第二部英米学科からなる。 広い国際的視野に立って活躍する人材の育成を教育方針に掲げており、少人数での語学教育が実践されている。また、語学だけにとどまらず、文化、政治、経済など幅広いカリキュラムの下で教育、研究が行われている。学部学生数1733名、第2部学生数415名、院生数122名、教職員数85名、 なお、神戸市外国語大学は国内で唯一の公立外国語大学である。正門から続くスロープ学部、編集コース制度、編集英米、ロシア、中国、イスパニアの各学科の学生は3年次から語学文学コース、法行省コース、総合文化コース、国際コミュニケーションコースのいずれかに所属する。ただし同時通訳等を行う。 国際コミュニケーションコースは希望者選抜制を取っており、定員に限りある。国際関係学科の学生向けのコースは、国際コミュニケーションコースしかないが、やはり希望者選抜制を取っており、定員に限りがある。このため全員がコースに所属するわけではない。図書館の外館大学院、編集国内支部、関東支部、東海支部、岡山支部、広島支部、 福岡支部、海外支部、ニューヨーク支部、北京支部、上海支部、香港支部、マドリード支部その他、教職についている、卒業生の、英法会支部、女性卒業生の、ウィメンズクラブ、関東ウィメンズクラブ、若手卒業生の、神戸外大論内、ロシア学科卒業生の、クスノキロ会、中国学科卒業生の、同学会、イスパニア学科卒業生の、 イスパニア会などの各会がある。各学科ごとの劇団がそれぞれの専攻している言語で劇を上演する。毎年12月に行われる外大の伝統行事となっている。内容は各国の規制の台本等により、コメディ、サスペンス、悲劇と多岐にわたり、外大勢のみならず、一般の人も十分楽しめる劇となっている。また、 開催にあたっては、教員も、台本の選定や、発音の指導を等に協力し、大学を挙げた行事となっており、参加した学生からは、囲碁の語学力アップにつながったという声も多く、外大の語学教育の一翼を担っている、語劇祭の時期には学生たちが、キャンパス内で、発声練習や、発音練習を熱心に行う姿が見られ、神戸外大の風物詩となっている。 神戸市外国語大学は積極的に大学主体で模擬国連活動を行っている。参加している大会は英語が主言語となっている。大学編集学園都市駅前にあるユニティという大学共同利用施設において神戸研究学園都市にある以下の大学、高等専門学校と単位互換授業を展開している。大学コンソーシアム評語に加盟しており、協定大学の間で 単位互換事業を展開している大学院編集神戸市営地下鉄学園都市駅より徒歩2分ありがとうございます。